大気循環、大気循環、大気循環、英語、アトマスフェリックサーキュレーションとは、地球の大気の大規模な循環のことである。太陽から地球への熱の供給が原因となって、発生する現象。大気大循環また、地球表面を南北方向に割った、断面、四五面の循環であることから、平均四五面循環、四五面循環とも呼ばれる。大気循環は、 海洋における風性循環及び熱炎循環と並ぶ地球上の大循環の一つである。一見、大気の流れは絶えず移り変わっているように見えるが、地球規模で数週間から数ヶ月の長いスパンで見ると、大気の流れは基本的には一貫しており、大規模な循環の構造を成している。気象現象の原動力となるのは太陽から地球への熱供給、つまり、 太陽からの光、太陽放射である。太陽放射を受ける量は平均すると、赤道付近で最も多く、緯度が高い北極や南極に近づくほど、少なくなる。一方、地球から出ていく熱、地球放射の緯度による差は、同じような変化をするものの、太陽放射に比べて変化が小さい。よって、約40度より低緯度では出ていく熱より入ってくる、熱の方が多く、 高緯度では逆に出ていく熱の方が多い。これを聞くと低緯度は温度が上がり続けて、高緯度は温度が下がり続けるように思えるが、実際はそうはならない。熱が低緯度から高緯度へ輸送されているからである。緯度方向、つまり南北方向の熱輸送を担う気候は大きく分けて、3ある。海流による輸送、大気の流れによる輸送、潜熱、 状態変化に伴い熱を吸収放出し、大気と共に水蒸気や雲として輸送の3つである。全体で見ると海流よりも大気と潜熱による輸送の方が量は多い。18世紀にイギリスの気象学者ジョージ・ハドレーは当時知られていた貿易風と偏西風を説明する理論的な大気循環モデルを提案した。 低緯度で温まった大気が上昇して、高緯度に向かい冷やされて下降することで、大気上層では低緯度から高緯度へ、地表付近を含む、大気下層ではこれを補うために高緯度から低緯度へ、大気移動する。そして、地球の時点により、高緯度から低緯度へ向かう下層の風は西向き、東風に、低緯度から高緯度へ向かう上層の風は東向き、西風に曲がるが、運動量保存の法則から、 風はだんだんと加速されるため、高緯度では、下層でも西風が卓越する。また低緯度の下層の実際の東風は、運動量保存を考えた時よりも遅いが、これは摩擦による減速のためだと考えた。ここで、ハドレーが考えた、運動量保存は正しくなく、実際には、各運動量が保存される。各運動量保存の法則のだが、モデル自体は一部、正しかった。 実際の大気では、ハドレーのモデルと異なり、極付近の風は、西向きの風、東風、中緯度の風は低緯度から高緯度へ向かう、東向きの風、西風である。また、循環構造も、単純に赤道と極の間で循環しているのではなく、三つの大きなセルからなっていることが、後の研究で分かった。18世紀に、イギリスの気象学者、 ジョージ・ハドレーがその理論を提唱したことからこの名がついた。太陽熱で温められた空気は上昇するのだが、赤道付近には地球上で最も多くの太陽熱が供給されるため、熱帯収束帯、または赤道低圧帯と呼ばれる向上的な低気圧帯が発生する。熱帯収束帯では巨大な赤卵雲の群れが収束線に沿って連なっており、 気象衛星画像などでその姿を見ることができる。熱帯収束帯で上昇した空気は県海面、大流県海面に達した後水平に広がり、中緯度地域の上空へ流れ込む。ここで次第に冷やされた空気は下降し、中緯度、北緯、南緯30度付近で、亜熱帯高圧帯、または中緯度高圧帯と呼ばれる高気圧帯となる。亜熱帯高圧帯から吹き出す風は、 貿易風として熱帯収束帯に向かって吹き込む。こうして上空では赤道から中緯度へ、地上付近では中緯度から赤道へ向かう、一つの閉じた循環ができる。これをハドレー循環という。地球表面を長い距離移動する風は時転の影響、コリオリの力を受けて高緯度から低緯度へ向かう風は西向きに曲げられるため、貿易風は北半球では 北東貿易風、南半球では南東貿易風となる。ただし、地軸、赤道傾斜角の傾きにより、季節によって太陽が天頂へ来る地域、太陽熱を多く受ける地域は変わるため、熱帯収束帯は季節によって南北へ移動する。このことから、厳密には、熱帯収束帯が位置するのは、赤道ではなく、熱赤道となる。ハドレー循環は、 熱帯収束帯で上昇した空気が、中緯度高圧帯へ移動することで熱をより高い緯度へ運ぶため、直接循環と呼ばれている。19世紀に、アメリカの気象学者、ウィリアム・フェレルによって理論付けられたため、この名がついた。ハドレー循環で生じる中緯度の亜熱帯高気圧は、赤道だけではなく高緯度にも風を吹きしていて、高緯度、北緯、南緯60度付近の、 亜寒帯低圧帯、または高緯度低圧帯と呼ばれる低気圧帯に向かって偏西風として吹き込み、そこで上昇し、上空で再び中緯度まで戻ってくる。こうして、上空では高緯度から中緯度へ、地上付近では中緯度から高緯度へ向かう、一つの閉じた循環ができる。これをフェレル循環という。フェレル循環は、熱力学的に見ると、 ハドレー循環と極循環の二つの大循環によって引き起こされる二次的な循環で間接循環と呼ばれることがある。また、北緯、南緯30から60度付近の中高緯度では移動性高気圧と温帯低気圧が交互に並んで東へ流れていくのが普通であり、熱帯収束帯が向上的に存在しているのに対して亜寒帯低圧帯は 天気図上で認められないことも多く、数週間以上から一年にわたる長い期間の気圧配置を平均して初めて出現する見かけ上の低圧帯である。関節循環であるフェレル循環は、偏西風そのものが熱を運ぶのではなく、偏西風波動を、主に軽圧不安定波やプラネタリー波から構成されていると呼ばれる偏西風帯の南北への蛇行によって熱を運ぶ。 中緯度の場合、南北方向の循環によって熱が運ばれるのではなく、大気が水平面上で波を打って流れることによって、熱を輸送している。つまり、低緯度の暖かい空気が高緯度に流れ込んだり、高緯度の冷たい空気が低緯度に流れ込むことによって、低緯度側から高緯度側に熱を運んでいる。このような波動が卓越する循環を、ロスビー循環という。なお、 偏西風は上空でも吹いており、北緯南緯30度付近、フェレル循環との境界で最も強く、北緯南緯60度付近、極循環との境界付近でも強い。これらをジェット気流といい、細かくは前者を亜熱帯ジェット気流、後者を寒帯前線ジェット気流という。極地域の寒冷な空気は加工し、極高圧帯と呼ばれる高気圧帯になっている。 ここから吹き出す風は極東風として高緯度低圧帯へ吹き込む。一方上空ではこれを補うため高緯度から極地域に風が吹く。これが極循環である。極循環は他の二つの循環よりも弱い。ハドレー循環、フェレル循環、極循環は対流圏内の循環である。これより上空の中層帯域、清層圏と中間圏では 主に清掃圏内で低緯度から中緯度への風、清掃圏と中間圏にまたがる規模で、夏局から冬局への風の二つの風景がある。これをブリューワードブソン循環といい、オゾン層を構成する清掃圏オゾンの生成に深く関連している。陸の比熱容量は海より少ないため温まりやすいことから、地上では日中は海から陸へ、夜は陸から海へ、 上空ではこれらと逆の向きに風が吹く。この風を海陸風と呼ぶ。同じように季節の変化においても似た現象が起こり、これを季節風という。季節風は大陸規模であり、地上では夏は海洋から大陸へ、冬は大陸から海洋へ風が吹く。太平洋と周辺の大陸の間では海陸分布により、 ウォーカー循環と呼ばれる東西の循環が存在する。赤道付近の太平洋で温められた大気は、西太平洋で上昇し、東と西に分かれて循環している。東に向かった大気は、東、太平洋で下降し、西へ向かった大気は、インド洋や大西洋で下降する。この循環によって、西太平洋と東、太平洋の間で、大きな海水温の差ができ、 冷たい東、太平洋から暖かい西太平洋への海水の流れが生じる。ウォーカー・ジュンカンは20世紀前半にインドの天文台の所長を務めたイギリス人気象学者にちなんで名付けられた。ウォーカーは季節風の特性からその変化を調べたものの最終的には失敗に終わった。しかしこの研究が後に南方振動と呼ばれる太平洋。 インド洋館の気圧変化の関係性の発見につながることとなった。海水温がいつも通りであれば、ウォーカー循環は正常に働くが、海水温が変化すると、ウォーカー循環にも異常が現れる。何らかの原因で、西太平洋での大気の上昇が弱まると、貿易風が弱まって、東太平洋の海水温が上昇し、ウォーカー循環が崩れる。 海洋と大気の両方で異常が生じるので、これらを総称して、エルニーニョ、南方振動と呼ぶ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。